初めてかな、2人で1つの演目を滑る、他の人とも一緒に1つのものを作ることはあったんですけど、2人だけっていうのは初めてだと新鮮でした。彼はこれまでの日本の選手にはなかった、はい、こうなんて言うんでしょう、成長の仕方をしていて、でまた成長の過程でオリンピックの金メダルを取ったんだなというのを今こうずっと記録を伸ばし続けているのを見ると感じるので、どこまでこれから伸びしろがあるんだろうというのを見るのも楽しみで、すごくなんかスケート関係者としては新しいものを見ている気持ちですね。やはりもう次元の違うところで戦っているなっていうのを感じていて、やっぱりあれだけもう金メダルを取って、もう自分がトップで今度は居続ける側になっているのに、さらに挑戦し続けられるっていう、そのハートも強いなっていうふうに感じます。結婚の噂みたいなのは、結婚の噂なんですか？いやそうなんですよ、なんか結婚するんじゃないかみたいな、そうですね、あの男性スケーターの場合は結婚してるスケーターもいますし、家族を持っているスケーターもいますけれども、はい、やっぱりそれが力になるのであれば、はい、とても前向きだと思いますし、それは自分が選ぶ道だと思うので、はい、あのそれも含め陰ながら応援する立場ですね、私は。